Hey, what's up? レイニーです。レイニー先生の1分英会話では、日常英会話に役立つワンフレーズを1分で覚えていこうというものです。今回はこちら、 How have you been?元気だった?どうしてたの?と、久しぶりに会った方に対しての、相手の調子はどう?って聞きたいときに、このフレーズがとっても便利です。How are you? だと元気。What's up? だと調子どう?と、こう、まあ、今のことを聞くわけじゃないですか。そうじゃなくて、もう最後に会ったときから今日まで、あなたどうしてたの?元気だったの?と聞きたいとき。How have you been? とっても便利なフレーズです。Okay, repeat after me. How?Have you been? How have you been? ぜひ覚えて使ってみてください。Alright, that's it. Thanks for watching. Bye! 学ばない英会話レッスンって何? English Partners で検索。